どうも皆さんこんばんは、プロトレーラーの翔太です。今ドライブ中です。最近ね、バタバタしておりまして、ちょっと動画の更新ができない日もね、あるかもしれないんですけど、できる限りね、毎日、動画の更新やっていけたらなって思っておりますんで、皆さんのね、参考になるような、お話とか、あとトレードの、解説ですね、相場解説など、できる限り毎日やっていきたいと思っておりますんで、今後ともよろしくお願いいたします。で、今回は僕の LINE アットに、翔太さんの、FX の動画講座を見て、FX に、興味が、湧きましたと。でも実際その FX をするのは怖くて仕方がないですと。どうすればいいですかっていう内容の、メッセージをですね、僕の LINE アットの方にいただいたんですけど、それにちょっとお答えしたいと思うんですけども、確かにそのお気持ちは分かります。怖くなる気持ちも、僕もやっぱり最初ですね、FX を始めたばっかりの時ってやっぱりその実際お金をかけるのってすごい怖かったんですけど、でもそれもですね、慣れてくるというか、ずっとやってると慣れてきますんで、最初だけですね、正直。これは全ての分野において当てはまると思うんですけど、やっぱり普通のね、仕事にしてもですね、この FX などの投資にしても、あと恋愛などにおいても、やっぱりその継続的に続けてみるからこそ、その見えてくる部分ってめちゃめちゃ多いじゃないですか。だからやっぱりすごく怖い気持ちもわかるんですけど、やっぱその一歩、思い切って踏み出してみて、FX やってみて、それで、できることならその継続的に続けてほしいなって思いますね。はい。やっぱりその、ちょっとトレードして、なんか一回負けたからって言って、もうそこで、なんか怖いって思ったりとか、もう自分には向いてないと思って辞めちゃう人とかね、結構意外と多いんですけど、その数回ねトレードをやって諦めたところで、その何もその本質的なところが何も見えてない状態で辞めちゃってるわけですから、それだと意味がないわけですね。やっぱりそんなね、ちょこっと手出して莫大に稼げるようだったら、そんなこの世の中やっぱりその億万長者トレーダーで溢れてますから、やっぱそんなそこまで甘い世界ではないわけですね。ただ僕日頃から言ってますけど、そのチャートのテクニカル分析、すなわち最良トレードノウハウの真髄を学んで極めたら、言ったら相場の値動きが手に取るように分かってくるようになるんで、そうなったらものすごく、FX などの投資で稼ぐことは簡単になってきます、正直。だからまずはやっぱりそのテクニカル分析、すなわち最良トレードノウハウの真髄をまずは学び、そして極めていくっていうことを、やっぱこれから FX を始める初心者トレーダーの方々にはまずはやってほしいなと思いますね。というか、まずはというか、もうそれ以外やらなくてもいいぐらいなんですけど、正直。言ったらその経済指標とかニュースとか、誰かの情報とか、その自動売買とかサインツールとか AI トレードソフトとか、一切必要ないんで、その本当にテクニカル分析の真髄をどんどん学んで極めていくっていう、ただそれだけなんですね。だからここをそもそも分かっていない人がすごい多いんですけども、分かってないから自動売買ソフトとか手出したりとかしちゃうわけですね。全然何の役にも立たないですから、本当それはやめた方がいいです。はい。そういうことですね。だからその一歩踏み出してみて、まずは勇気必要ですけど、時には勇気を出す時も必要ですから、この人生ね。で、勇気出して踏み込んで、そこでめちゃめちゃ人生がね、いい方向に激変する人っていっぱいいるんで、僕もそうでしたしね。僕も勇気出して
あの FX に手を出してよかったなって思ってます。うん、まあ最初はね、やっぱあの負け組トレーダーの時期ってありましたけど、まあ今はねこうして、ま、あの上昇トレーダーとしてあのすごく自由でね幸せな日々を送ってるんで、だから皆さんも継続的に頑張ったらですね、まあその上昇トレーダーになって、まあ、その真の自由なね幸せなお金持ちになれる日っていうのはいつかあのやってくると思いますんで、それまではですねやっぱ継続的に頑張ってほしいなと思いますね。まあ、そのために僕もあの全力でサポートいたしますし、逃げてばっかりの人生だったらやっぱりその幸せはその掴めないというかですね、うん、そうなんですよ。だからその真の自由な幸せを掴むためにはあのやっぱりその勇気ある決断や行動をですねやっぱりこうやらなきゃいけない時っていうのはあの絶対に訪れますから、はい、まあそんな感じでね、やっぱりそのね、まあ、メッセージをねくださった方にとってはまさに今がですね、まあ、より良い人生を、歩むためのまあなんだろうな、まあ、タイミングというかですね、まあ、このタイミングのが、このタイミングを逃したら多分その方は FX やんないんじゃないのかなみたいな、うん、でもやっぱりまあ FX ですね、やっぱりこう極めた先にはですね本当に明るい未来が、めちゃめちゃ待ってますから、やっぱりそのね言ったらまあ僕も、負け組トレーダーからそこからもう這い上がって今上昇トレーダーになって、それでこういったね自由でまあ幸せなまあ経済的にも精神的にも時間的にも環境的にもまあ余裕のあるまあ日々をですねこう送ることができているわけですね。だからこういうね、まあ真の幸せっていうのをね、うん、真の自由な幸せっていうのをやっぱり手にしたいっていうことであれば、やっぱり今ね FX をやらなくて一体いつ始めるのっていう感じですね。うん、だからやっぱり僕のね動画講座をまあ偶然ねこう見てくださったっていうのもやっぱりねものすごいきっかけだと思うんで、まあこの出会いというかですね、この僕との出会いですね、うん、まあ動画での出会いになりますけど、僕との出会いっていうのはやっぱりものすごくその方にとっては大きな出会いだと思います、正直。はい、だからですねまあ僕ですね YouTube にいっぱい、動画講座アップしてますから、まあいろいろとねまあ僕の、過去の動画講座などもね、見ていただけたらなって思います。そしたらまあ投資の、まあ、その本質的なところがどんどん、まあ、見えてくると思いますんで、まあ、ぜひねいろいろ見てください。あとですねこの動画下の説明欄には僕の LINE アットのリンクも載っけてるんで、ぜひ僕の LINE アットの友達登録もお願いいたします。僕の LINE アットを友達登録してくださった方には無料プレゼントを差し上げております。内容としては、FX や仮想通貨などの、元手資金や勉強代を、無料かつノーリスクで3万円から10万円ほどですね、貯めることができる、そんな無料プレゼントを差し上げております。ぜひ、お受け取りください。で人によってはですね1ヶ月で40万円ぐらいですねこの、無料プレゼントを使って、資金をですね、貯めた方もいらっしゃいますんで、ぜひねまあこの無料プレゼントですね受け取っていただけたらと思っております。であと、LINE アットでしかお届けしていないすごく貴重な、情報やノウハウなどもございますんで、ぜひね、そういった、情報なども僕の LINE アットで、まあ、受け取っていただけたらなと思っております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回のね動画ためになりましたら動画の高評価とかあと YouTube のチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。カミカミです。すいません。はい、失礼します。